はい、どうも、藤井21です。本日の料理は、こちらですね。こちら、タケノコ。旬のタケノコを使ったお料理3品作っていきます。おつまみですね。タケノコのペペロンチーノ。タケノコと豆腐の包み焼き。あと、タケノコのタケノコ入りだし巻き卵、この3品作っていきます。早速調理していきます。で、調理に入る前にまずこれをやっちゃいたいと思います。うまっ。地味に風呂上がりうまいっすわ。早速調理していきます。はい、まず一品目、タケノコのペペロンチーノの完成です。はい、タケノコと豆腐の包み焼きが完成。
けのこ入りだし巻き卵の完成です。三品完成しました。いただきます。ベロンチーノから食べてみたいです。うまいよ。あえてこう大きく粗めに手で裂いたりとかザクザクってこう粗めに砕いてるから、こう食感がめちゃくちゃいいですね。ニンニクは間違いない。で次、油揚げ、包み焼き、中にタケノコと豆腐、あと鶏肉とか使っちゃってます。生姜ポン酢をちょっとかけて、いただきます。豆腐、玉ねぎか、バランス最高。一回炒めてるから香ばしいし、油揚げのこの外側の香ばしさもあるし、これはつまみだわ。次、だし巻き卵。普通にまだし巻き卵食感いいですね。めちゃくちゃ食感いい。あとちょっとタケノコ入れすぎぐらい入ってる。うまい。というわけでごちそうさまでした。わあ、お腹いっぱいだわ。タケノコはやっぱうまいっすね。旬のタケノコ、うまい。いやもうタケノコやっぱ、あと水煮のタケノコ売ってるやつ、スーパーに。あれとやっぱり生で買ってきて自分でアク抜きしてっていうのだと全然食感とかも違うんで、ちょっとめんどくさい、ちょっとめんどくさいんですけど、ぜひなんか自分でアク抜きしてあげるとタケノコは美味しいんで、ぜひやってみてください。ありがとうございました。